この体験会は松戸市教育委員会が県障害者スポーツ協会や順天堂大学などの協力で開いたもので、車いすバスケットボールチームノーエクスキューズ所属の湯浅剛選手と八木沼達也選手も参加しました。松戸市の柿の木台公園体育館で開かれた体験会では、木の棒で木の棒を倒すだけという実にシンプルなスポーツモルックをインドア向けにアレンジした室内モルックや、逃げる鬼役のペガーに接着するボールを投げてくっつけるというペガーボールなどの体験が行われました。また湯浅選手、八木沼選手が競技用車椅子の乗り方や車椅子バスケットのプレー方法などについて実演を交えて紹介し、来場者を楽しませました。